あ、こんにちは。埼玉のシンガーソングライター、トキと申します。よろしくお願いします。今日はですね、まあ、歌を歌ってる方に向けて、またちょっとご提案というか、まあ、こんな感じもやってみたら楽しいかもっていうお話ですね。ギターを弾き語りながら、歌ってみませんかっていうところですね。まあ、ちょっとまあ今日の話は、まあ、歌好きな方に向けて、まだ例えばギターとか、まあ、ピアノとかでもいいんですけど、楽器弾いたことない方、まあ、楽器初心者で、まあまあ、自分でまだ持ってない方でもいいんですけど、まあちょっとね、歌を歌っててギターとか弾きながらやってもいいかもとか、まだやったことないけどちょっと興味があるって方に向けての動画です。なので、まあ、ちょっと歌のコツではないので、ちょっとまあそこだけご了承いただきたいんですけど、まあ、歌っててそういう楽器のね弾き語りが少し、まあ、気になっているという方にはぜひね、参考になるようなお話をお届けできればと思ってます。で、まあ、ギターの弾き語り、まあ、つまりまあこう弾きながら歌うんですが、まあ難しいです。慣れるまでは難しいですし、覚えなきゃいけないこと、楽器なんかは結構特に最初は、覚えることたくさんあるので、まあそれを全て話すには、まあ、この動画で収まりきらないですし、それを話し出すと、まあ、パンクして挫折しかねないので、今日はポイント3つに絞って、もう一番最初初心者の方がどうやってギターの楽器、まあ、例えばギターの楽器を弾き語りするとしたら、このギターを弾き語る時に何から始めたらいいかっていうのを3つに絞ってお話します。まあ、当然3つだけでは収まらないと思うので、まあ、やればどんどんやることは増えるんですけど、いっぱいやることがある中で何から優先してやったらいいかって中で3つ、私が選ぶなら3つご紹介したいっていうのが今日のお話の趣旨ですね。で、まあ、一応最初にこの動画を見るメリットちょっとお話しておきます。まあ、例えばですけど、1人で演奏ができます。まあ、こんな感じで、まあ、今適当にやりましたけど、まあ、自分で歌って弾いて、これで一つの演奏になってしまうので、まあ、いわゆる弾き語りっていうのは一人でも演奏できちゃう、まあ、手軽ですよってことですね。まあ、他の人でバンドメンバーとか集まって、まあ、それもそれでかっこよくていいんですけど、まあ、みんなの都合が合わなかったりするとできなかったりする。まあ、例えば今みたいにみんなで集まれなかったりするとできないですが、弾き語りだったら一人でできるっていうのが一つメリットです。で、二つ目、あとこれはちょっとまあ少し上級者向け、上級者じゃないか、経験者向けになるんですけど、自分の演奏をコントロールできます。例えばこう、自分がこう勢いよく歌いたい時とか、ちょっと静かに演奏したい時とかって、自分が静かに歌っててもバック演奏の方が思いっきり弾いてたら合わないじゃないですか。なんか声はすごい頑張、今の声の発声はちょっと今おかしいですけど、すごいシャウトで激しく歌ってる時に演奏が静かだったり、逆に演奏がすごい迫力あるのにこう歌が静かに歌ってたらちょっと噛み合わないんですよね。まあそういう表現法もあるんですけど、やっぱり一つの演奏、ギターとかバッキング、このギターのジャガジャガと歌は、まあ一致させた状態でリズムの感じとか、まあこうどこでどういう風に演奏強弱つけたいとかっていうのがあると思うんですけど、それを自分で一人で全部やってるのでコントロールしやすいっていうのが2つ目です。まあちょっとこれ経験者向けになると思うんですけど、まあこの辺のメリットになります。で、まああと最後ですね、やっぱりこうやって見た目がかっこいいです。様になってます。歌ってこう、まあもちろんね、ボーカルでピンボーカルでやってる方も全然かっこいいと思うんですけど、ギターとかねピアノの弾き語りもかっこいいですよっていうことが、まあ、一応メリットになります。まあ、こんな感じで、まあ、一応ね、自分の弾き語りしている姿をイメージしてもらって、あ、こんな風に見えるといいかもっていうのを想像してもらうと、まあ、モチベーションもね続きやすいかと思います。で、ごめんなさい、本題いきます。まあ、この練習最初に、まあ、ギターの弾き語りとか楽器の弾き語りするときに、まず何からやったらいいか3つだけちょっとご紹介するとしたら何かってことですね。ちょっと3つちょっとバババッとお話ししていこうと思います。まず1つ目ですね、歌とギターは別々に完成させます。これはまあ一応まあ言ったら当たり前っちゃ当たり前なんですけど、これ弾きながら歌うので、まあ、どうしてもやっぱ最初この手の演奏の方に集中してしまって歌がおろそかになったり、逆に歌に集中しちゃって手がおろそかになったりするのはよくあることです。なのでこれはまあ当然なので、まあ、最初にもうギターとかその楽器初心者の方で弾き語りを練習するとしたら、まず歌は歌で完成させる。例えば歌詞をしっかり覚えたりとか、メロディーをしっかり歌えるようになるとか、っていう歌を完成させて、でギターはギターで使ってるコード、まあこういうフォームですよね、こうどうやって押さえるかっていう、このフォームをギターはギターで集中してしっかり
覚えて練習して、で最終的に慣れてきたら歌とギターをまとめてやるっていうのが一つ目です。まあ、至極当然で、これをまあ最初にやるっていうのも結構やる容量も多いので、まあまあ方向性としては同時にまとめてやるよりも別々の方がいいよっていうのがまあ一応1個目です。これはまあまあ序章ですね。まあ1個目なので、で2つ目、このギター、まあ例えばギターの話で今ちょっと今日お話し進めちゃいます。このコードフォームを押さえるこの左手と、このギターをこうジャキジャキ弾くこの右手、まあ、こっちリズム刻む方なんですけど、あとギターの弦を書いたりするこの右手なんですけど、このどっちの手から集中してやったらいいかっていうと、私はこっちの右手をおすすめします。まあ、つまりこうこの右手はこう、まあ、ひたすらこうブン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 とこう本当に皆さんがもうギターなくてもこうやってリズム取れるぐらいのこんなノリでチャッチャッ、まあ、これでもいいと思います。この右手のチャッチャッチャもこのコードは別に押さえなくても、まあ、音が鳴らないようにこうこんな感じでやってもらうといいと思うんですけど、この右手でララ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 みたいな感じで、まあ、自分で歌いたい曲を歌いながらちょっと楽器でリズムを刻んでいく練習、これでも結構ギター、例えば初めてまだ楽器をやってもうまだまだ経験が浅い方はこのリズム、この右手をやりながら歌う練習してもらうと、まあ弾き語りの感覚を、まあ、ちょっと最初序章としてね、味わいやすいので、ぜひそのリズムを刻めるっていうのは歌にとっても結構プラスですので、まあ、しっかりリズムキープ、リズムメイクしていくにはこの右手がいいあのナビゲーションになってくるので、ぜひ最初もうこの左手のこのコードフォームを押さえる形が分かんないよって方はこっちの右手のリズムだけでもやってあげながら歌ってあげると、まあ、それっぽくなるかと思います。これ2つ目ですね。ちょっとあのまあ、今日ここまでしておきます。で3つ目ですね、どうしてもコードが弾きたいんだと、このジャキジャキだけじゃちょっと物足りない、音出てないもんっていう方に向けて2つ、最初にこの、まあ、ギターのコードだったらこの2つだったら結構弾きやすいっていう2つのコードをお伝えしておきます。これが Am というコードと、この2つのコードを交互に弾いてあげる練習ですね。みたいな感じです。このコードって、まあ、なぜこの2つのコードをおすすめするかというと、とてもこの左手の押さえる指の形フォームが似てるんですよね。ちょっとこう上下にこうずらすだけなので Am と Em、 まあ細かな言葉の意味はまあ今はそこまで気にしなくていいと思います。2つのコードの形がよく似てて、でこの2つのコードって2つ続けて弾いててもちょっと曲っぽくなるんですよ。まあ音楽理論的な話もなるんですけど、1つのキーの中で使われるコードではあるので、まあ、つまりこの2つのコードを弾いてるだけで音楽っぽくなるってことですなので、まあ、どうしてもね、いろんなコードがあって、まあ、何からやったりか分かんないって方は、今最初にお伝えした Am と Em から中心にやってもらうと、まあもしかしたらそれを、実際の曲で使ってる曲があるかな、あると思います。でもこの Am と Em だけで全部ね終わるってことないと思うんですけど、例えば A メロのこの部分だけは弾けるとかっていうのだったら見つかるかもしれないので、ぜひね Am、Em 最初に、どれからやったらいいか分かんないかって方は、トライしてみるといいと思います。一応3つおさらいしておくと、まず1個目、歌とギターは別々に練習しましょう。で2つ目がギターのこの右手、リズムギターの右手ですねから練習しながら歌ってみるっていうのもおすすめです。で3つ目、どうしてもコード弾きたいよって方はAm と Em の2つのコードを弾いてもらうと音楽的にもなるし、コードフォームも似てるので結構弾けちゃうかもってことですね。でごめんなさい、最後に1個だけちょっとおまけです。よくギターのこの、まあ、例えば楽器とか練習する時にメトロノームって使った方がいいのっていう質問もあるんですよ。チッチッチッコン、チッチッチッコンっていうあれですね。でメトロノームも、まあ、もちろん使って練習した方がリズムは、まあ、リズムキープの練習になるので使った方がいいと思うんですが、最終的にはそのメトロノームなしで自分で思うようなリズムで弾いてみるのが私は好きです。おすすめですというよりも私が好きって話ですね。まあ例えば弾き語りとかって生演奏なので、つまり自分の、まあ、重い気持ちのままちょっとリズムが走っちゃったり、ちょっとため、まあ、もたると言われるんですけど、それも味になったりするので、あまり一応リズムが減
へこへこ変わっちゃって、こうあまり聞き応えの良くないリズムの走りとか持たりはダメなんですけど、まあ、自然な範囲内で表現の一つとしてリズムが走ったり持たったりするっていうのは結構味だったりするので、まあ、あのこれはまた初心者の方は むしろメトロノームやった方がいいと思います。最初はメトロノームやった方がいいと思うんですけど、慣れてきたらメトロノームなしでそのままのリズムで、思うままのリズムでやってもらう方が、弾き語り生演奏の味が出やすいかなっていうのは、まあ、私があの最後お伝えしたいことです。まあ、ちょっとごめんなさい、初心者の方にとってはまあもうメトロノームが必須になると思うので、まあ、ゆくゆくの話になると思います。まあ、こんな感じで、ね、今日まあ一応弾き語り、まあ、例えば歌っていてまだまあ、歌でまだいいかなという方は、まあ、まあもちろん強要強制ではないんですが、こういう楽器を弾きながらにちょっと憧れてる、でもどうやったらいいか分かんないって方の参考になればと思って今日は動画の方をお届けしました。まあ感じでね、シンガーソングライターと範疇でちょっとまあギターの弾けたりとか作曲とか歌とか、まあ、ちょっと多角的に動画の方をお届けする場合がありますので、ぜひねあのお付き合いいただければと思います。いいねボタン、チャンネル登録と私も励みになりますので、次の動画でお会いしましょう。